はい、どうもみなさん、こんにちは、とんでございます。というわけで、シェンケングして続きやっていますで。前回はこの病院クエストというか、まあ、まだね、続きはあったけど、一応は進めたから、今回前回言った通りメインクエストを進めましょうかで。メインについて調べるとしたら、やっぱ警察署なのかなと思っているけど、どうなんだろう。ぐらいしかないよね。まあ、新聞か警察署で情報を調べるかって話をな。さて、警察署。 はいはいすいませんでしたねえこれよなうーん彼らが最初の収益ではないってことは暴力なのかなえ場所はわからんもんな証拠が見つかる手口かな容疑者あったこれなんだえー、10時30分魚市場シェルズ西部ウォーチャード通りとホーリーファイヤ 若い女性を尾行して不思議なインスマシンに逮捕と、奇妙な金の迷惑と探検を押収したと。で手錠をかけようと EOD の巨大用と呼んでいただとる、うんだと。魚市場、魚市場から武将をたいインスマシンがあった。なるほどね。これか。一発で成功するとはね、だいぶこの調べ方も俺分かってきたかな。で、オーチャード・シェルズ東部、ここら辺だ。あ、ホーリーファイヤーがそもそもここだから、ここに行ってみるかじゃあ。オッケー。 でも、インスマス人、前を襲ってきたからな。ってことは敵対するインスマス人もいるってことだよな。やだな、それは。で、えー、こっちの方。ああ、ロイチはここなんだ。こんにちは。お魚、新鮮な魚、いるだけ持ってってて、ただなんだから。ただなんだ。大丈夫よ。みんなの分もある。なんで金取らないのここら辺で EOD って呼ばれてる組織がある敵なんだが、ここで合ってるか 何 EOD って ?EOD の方向とのあんなよ。よろしく。どうかしらな何 EOD ってアールズ・イドルは少し質問してもいいかなもちろんよ。チャーリー。うーん、なんでそんな簡単なこと言ってなこの街は泥と雨と命の被害。がすべてが不足しているというのに無償で測量を提供。何が出いだ狙いそんなものな,なチャーリー。誰もがみんなグランドファミリーザに豪邸で隠居できるわけじゃない。心の声がもっと手を差し伸べさいと。すべているのよ。何なんだろう裏があるのかな 運命を制し、最後にすることにだろた。今のところは順序よ。運命は簡単で、大量にお恵みを下さるわ。EOD はつまりその組織としてどんなことをいい、営利事前団体だよ。でも実際にはボランティアの集まりって感じで、ね、まだ公認団体じゃないのよ。活 <laughs> 動内容は 住民の苦しみをできるか和らげるための取り組みね。えー、それはどういう形で優れた人には魚を提供し、貧しい人には家を作る。それに、夜には町を巡回して爆弾がを近づくづかないとかね。いい行いだね。この谷もいろいろと。いつも言えばどんなことでも人々の助けになれるのね、チャリ。うーんー、上司。どこ ?EOD の指導者と話をするために来たんだ。どこ行けばいい 慌てないで会帰らないと誰も俺られないよまずは EOD での地位が必要よああ、潜入するの嘘だろ何のために自分を証明するためによあ <laughs> なたに自分がかかる価値があるか報道で手見せるとね悪く思われね、チャーリーうーん、何意味してんの Everyone's Obvious Duty はい、も当然の義務か最初は助け合うことを立とうと思ったけどまどろっこしてからやめたのよ 価値証明するってどうするのあなたの技能によるね。僕としことは、遺伝子は別のバケのポケットに置いてしまった。そうだな、戦争中は海軍におして,て、その後はずっと探偵業だ。やっぱり海の置よ。ぴったりの仕事あるわ。何探偵業うん。赤の貯蔵庫に侵入した警備員がおよかったけど、また戻ってくると思うの。のうん。泥棒に飛ばれる日必要としてるだけに渡してあげたい、ね。なるほどね。泥棒を捕まえたそうだな。<laughs> その時は頭はらないチャレ切りたいわ。OK、いいよ。 これしか選択しないしね。うん。原にないことは海に浸かるって言えば保険者保管室に入れるわ。なんかいろいろと会話飛ばしちゃったな。うん。あ恐れて当然だ。巨大な力、無限の力が働いから、我々はおよそ知ることも理解することもできない。あんた誰犠牲もある。損失もある。暗闇もムも手るぞ。だが、これらは信じたいの幕開きに、幕開きを知らせてもらうんだ。そして全てのものに役割がある。うん、楽観的じゃないか。 この惨状の中で良い,い夢があるぞその通り冬の時代からこそ輝くことができると思う時間に我々の輝くことができるだろう必要なのは信仰なのだ私はエヴァーノートあブラックウッドだインスマス人のなんか援助してた大きい貴族の一人じゃなかったっけカールデイド始めましたブラックウッドの出身なのかグランドファミリーのソートン私が最後のデイドソータトラの,何の後継者だ最後なんだ3泊だなまた心臓を戻ってやると 警備員ってどこにいるのうわ、泳いでんな、うなぎナゴえっ、ー、と、シェルズのウォーレン街道、リバティ街道の間。ウォーキングロジットはこうか。結構遠いな。おぉ、怪物出没地域。ここわざわざね、戦わなくてもいいんだよね、今。というわけで今はいいや。あ、そういえばスキル1ポイントあったわ。ま、ちょこっとなんかレベルアップどのぐらいかなと思ったけど。えー、で、どうしよう。ここら辺も欲しいよな。体力上げるとかさ。 レベル上げるために経験値もらおうかじゃあ。これでいいや。経験値10%はでかいでしょ。いつか必要になるさ。あ、でもここで化け物殴り倒せるな、おそらく。でっけえの出たー。はい。OK。おう倒した。おうびっくりしそう。ああ、こいつらも出た。回復。消えろ。 倒せるもんだな。しかもあいつ倒しても82しかもらえないんだな。びっくんびっくんしてるわ、あいつ。オッケーこいつらははめるのが一番いいな、ほんとも。こっちの攻撃当たるのに相手の攻撃当たんねえって。相手からしたら理不尽だよな。当たったわ。りんご圧作工場。なにそれどこどこなんだまだいっぱい出てくんな。よし、とりあえず。 時間分かかったけど、ここの怪物出現地域は一応殲滅かな。まあ、もしかしたらまた敵はリスポンするかもしれんけど、まあなんかあるんだろうね、ほぼいつかは。よし。あ経験値ゲットだ。レベルアップしたんだな、じゃあ。わお。まじでなものやほぼ。なんかあんのかな、のちのち。と、ま、りあえず今はなんもなかったわ。まあいい経験値稼ぎでしたね。 でもあれだな、さっきデカ物80かっつったけど、よくよく考えればあいつ10体倒せばレベルアップするんだな。そう考えるとデカいんだな。で、えー、っと、経験値を15%。これってさ、10%から15%に増えんのかなそれとも10%プラス15%の25%なんかなまあいいや、これで報酬は2倍だし、経験値はもらえるしっていうウハウハ状況ですよ。あれかなメインクエストの警備員って。 インスマス人っぽいし何か用語でも海に使えている。最近のチーでそうさせるようにあんなに言われてきたんだ。海をありがたい。いやとだな。俺はダリル。ダリル・グレイブス。何を手伝えばいいうん何が起きたか教えてくれ。詳細も省かずに。悪いがこれといってあんまりない。男だったことは確かだ。俺が二階の屋根に締め込んだんだ。 魚を盗もうとしている物音を聞いた。もう少しで森で作らせるのが暗くて始まったと。逃し島ってる畜生だが、なんでただで配っている魚を盗もうすかね確かにね。もらえるのにね。確かに不可解だ。特徴ある、うん。あんたと同じような身長、大柄でも他ではない。揚げ頭以外は男が。うん。ツルツル頭か。何か盗んだ何にも追い払ったか。うん。どこ向かったわかんねえか。なんでここに示しすぎお偉いさんの間にだよ、理由を聞きない。わかった。 あげまテな海の祝福をありがとう。そして、ここも怪物出撃地域。出撃出没地域か。多いね、怪物出没地域。ここら辺倒して、経験値稼ぎしますわ。あ、でも、20だから、やっぱあれか、これで倒せ20。さっき18ってことは、経験値的にはプラス15だな、やっぱ。ん何これ。え、精神汚染したらボロ切れもらえるっていうか、幻覚の宝箱が出んの。面白っ。 おなんかある。警察には言うな。あんたの旦那は強力な男に出会い、罰を食らっているようだ。旦那にもう一度だけは、隠してある弾丸をすべて持ってこい。嘘をついてもそうだ。どれで隠してあるかは旦那が隠しさそれから警察に行くことは考えないよ。あんたの旦那安全のためだ。警察には言うな。ここはなんか、あの、もらったメモのとっかなと思ったけど。んこの場所から逃げる、振り返るんじゃない。何があってもあの絵の恐ろしい男の目を見たあだ。 すげえ、あの絵を見ただけで、精神汚染食らった。一瞬なんか、振り向くなとか言われたから、ちょっと怖かったけど。こは何なんだろう。この絵があったっていうだけなのかな。いやいや、終わり。よし、とりあえず、めっちゃ時間かかったけど、ここの怪物出現地域は倒したわ。そのおかげで、あと160ちょっとでまたレベルアップだね。瓶いいの普通に。オッケー。えこれ何玉か。んで ね、これ、シャレたみんだな。農家の研究室になるみたらみんだ。庭に何かの粉が残っているかもしれない。触らないから。あそこか。庭じゃねえわ。なんで庭って呼んだの今。危険なものかもしれないと。記憶の宮殿の新しい手がかりと。で、火薬薬卿。これは森ああ、さっきのあの、表にいる警備員が刺した森か。じゃ、地下はお、安全に死んでいるが、水跡はないな。何このエビでも。 なんで普通に肉食動物でもない生物は。これはアルコールか。あれこれぐらいあ、上があったわ。上見逃しとった、普通に。ここで何か作業したらいたらしいんだよね。敵が。敵というか、まあ、侵入者が。素晴らしい道具が揃ってる。趣味にのめり込んでると。何の、模型うん。子供の子ならんで遊ぶだろう。まあ、完成しれば、だが。ふりかけなんかな。あいつが作ってんのかな。見た目に言わず適用だね。 んでもそのぐらいあこれがあった。孤児院からのてなぎ。グライムズさんへ。うん。子供に親切なきありがとうございます。いただいたおもちゃは子供に惹かれておらています。健康に乗り出してこいつからサイト。孤児院か。今は見た目によらないとこのことよな。俺は泥棒するけど。じゃああと何すればいいこれ。うん。あなんかあった。なんだこれ。そうか。魚を食べたから死んだのか。厄介だな。なにこいつマジで。頭ネズミなのかななんだろうこれ。あっ、あった。あ あ、こんなとこにあったわ。何これ幻覚。何これ拷問器具みたいだろ <I have S 1> 一体これは何なんだであっ、おしできる。ってことは手上かりに沿ったのかチェックこれは back, おさずめ、戻ってこい。どうなるか、教えてやるぞ、で森を刺したと。ここは もう少しだ。ちまった。なんかしようとして落としたのか、泥棒が。これはウェルター・ブルック教授に知られないというか、魚に毒を撒いてたのか。なるほど。盗みに来たんじゃなくて魚に毒を撒いたんだね。だから、あのネズミというか、よくわからん生物は死んでいたと。地下にもあるここは関係ないんだ。じゃあ上から。ここで模型作ってた。 ああここでくたばりやがれっつってるから、まあ多分時系列的にはここで毒をまいてます。で、さらにここで物を落としたんで気づかれました。ただここで警備員が森を持っていきます。んで最後に森を投げたと。もらってこい、どうなるか教えてやろう。 感じか男が魚の貯蔵室におしある物質を使って魚に毒を持った。音を立ったので見張りに気づかれて追い払われたんだ。よかったね、配らんで。遠隔。で、これは、おっ、なんかわかったかああ、例の男は盗みに入ったんじゃなかった。魚に毒を持つために侵入したんだ。なんだって本当か。そっか、それを物語たまさかまずいぞ。頼むああ、何や、俺のせいだって言われてくれ。やつだけに最初に、優しそうに見えたけどな。 やつざきあんながお前やつざきにする冗談だよな。おおならよかったが、あんなは非常なのだ。特にショバとなると EOD の会員だろうが、なかろうかな。俺は言うたのは、へえ、話すよ、そりゃ。うん。そんな俺のせいでみんな一人でリーザさん、やるべきことやってくれ。しか、うん、に隠し部屋見つかるぞ。たらってバカだぞ。この場所のこと隅々してるんだ。そなことありえない。ありえない、俺は立ってた。もし映ったらな、そのことは遅かれ早かれ明かり見てると。あんなにいてるここに借りたもんだろう。俺も 了解。ありがとう。それじゃあ。この子が子オート。で、記憶の宮殿で、うわ、なんかいっぱいあるな。フラスコで毒入り瓶違うのか。魚の配布毒入り。うん。すでに街に行き渡っていると。オォークモントは植えている魚の配布と。ははは。倉庫にある秘密のフラワー。いや、教授、違うか。 DOD 魚さんを教えたとはどうやらぐい,いか。じゃあ、あんなに行きましょうか。というわけで、本日この辺で終わろうか。いや、実はね、裏でもうめちゃくちゃ、なんか、怪物スポッチーゲットながらたけどね、今回はこの辺で終わります。というわけで、また次回の動画でお会いしましょう。またね。